こちら、平井浩さんですが、日曜報道を見ているが、橋本徹氏は国葬儀に招待されたのか、招待されたならば、出席するのか、欠席するのか、疑問が湧いたというふうにおっしゃっていますね。どうなんでしょうかね。で、こちら、加藤さんですが、安倍国葬阻止、デモの写真を見て、猫組長が1960年代からタイムスリップしてきたのか笑、笑当時の左翼学生が後期高齢者になって、また白いヘルメット、中核派をかぶって青春しているわけです。 おそらく彼らは、高骨感に当然となっているのだろうというふうにおっしゃっていますね。で、アビルさんが、国葬反対派のデモにヘルメット姿が多いのは、彼らなりの清掃なんだろうか、デモのドレスコードなのかというふうにおっしゃっていますね。で、え加藤さんですが、小倉氏がそこまで行って委員会で、安倍元首相の国葬について、自分なら欠席する国民のために何かやってくれたじゃあ今から何十何百と実績を示そうか 現役アナの時から信用ならない奴だったというふうにおっしゃっています。で、白川さんですが、自分が知らないだけなのに何もしていないと決めつける傲慢さ。テレビ界長くいるとこうなってしまうのかもしれないというふうに小倉さんのツイートでを紹介されていますね。小倉さんのツイートというか、小倉さんが写っているツイートを紹介されていますね。 で、えー、こちら。ちょっと数が多いので、立っとおきますが、東京新聞国相反対、反戦、脱原発に LGBTQ、デモのうねり、今も、若者に当事者意識、ネットの反応、年寄りとか、選挙権がない人との集まりとか、ばらしちゃって大丈夫組織の上りの多いこと、というふうに言われていますね。いやー、上りがありますね。で、こちら。 こちらの国葬反対の訴え続く東京新橋で300人デモ行進、行き通り伝えたいというふうな朝日新聞の記事を紹介されて、ほんと朝日新聞こういうのをいかにも無垢の市民みたいに、無垢のですね、無区の市民みたいに報じるのやめ,やめろよ。しかも最近指摘されるからか、写真に旗が映らないようにしている。何ですか同金道,道路千葉ですかね道路千葉って。また中核派関係じゃん。これ市民ですかというふうに。 西草さんをおっっしゃっていますねこちら放火未遂事件で捜査自民党山梨県連の建物に可燃物が投げ込まれる県連は明日喧嘩台を設置し半旗予定ネットテロ賛美の風情がこうなったマスゴミらは反省しろというふうに言われていますねで、えー、セーラー・マスノリさんですがニュージーランドのアーダーソン首相発言「私はテロリストの名前を言うことはない命を奪われた人たちの名前を呼ぼう」 ニュージーランドは男に何も与えない名前もだ。元テロリストが安倍元総理殺害。山上容疑者を映画化。国葬儀前先行上映との報道。この異常な状態を許す。それが今の日本。国メディアは全力でこれに警鐘を鳴らすべきというふうにおっしゃっています。で、えー、現状伝わっているのは山上容疑者の供述と言われていることだけ。 審議も不明。安倍元総理殺害から2ヶ月。不確実なものを軸にこれほど世の中が動くとは。安倍元総理が殺害されたことは紛れもない事実。許されるべきことではないというふうにおっしゃっていますね。次にこちら。朝日新聞映画版安倍元首相銃撃で逮捕された山上徹也容疑者をモデルにした映画が国葬に合わせて緊急上映されます。撮ったのは若松監督の名優。 アダチ監督、元日本赤軍で収監もされたアダチ監督ですが、山上容疑者はテロリストではないと思うよ、テロリストではないと思うよ、伺いましたというふうに紹介されているツイートを紹介されて、朝日新聞が暴力の助長というツイッター契約に違反していると、資料されるため、私は通報しましたというふうにおっしゃっていますね。次にこちら、カイラギさんですが、監督の元日本赤軍のアダチ氏、生活保護で暮らしているんだとよ、 テロ殺人者山上を尊敬し、日本人を分断する映画を作るやつに生活保護をようというふうに突っ込みを入れてられまして、こちらスパンの記事、山上容疑者をテーマにした問題作、国葬当日に先行上映、監督の真意はというふうな記事があるんですが、この中で、 こちら、取材中、あだは時折ユーモアを交えた。ネズミあは職業は国家公務員だと話している。今は生活保護をもらって生きていると、日々の生活を語る時だ。あだは福祉事務所で、これは私の権利だから生活保護をもらいたいと主張したら、あなたの主張は正しいと認められた。ところが対応した福祉事務所の職員はこう言ったそうだ。あなたは国から保護費をもらっている国家公務員だということ、というが、生活保護は地方自治体の予算から出ているんですよ。 タバコを飲みながら、私はこう落ちをつけた。だから地方公務員風に生きているといえば間違いじゃないというふうなことが書かれていますね。はい。こちら、三浦マイルタさん。山上容疑者モデルの映画の監督が生活保護受給報道に俺から言わせとダサいわというふうなことをおっしゃったようですね。 この監督は生活保護を受給しているそうですと、同作の監督を務めるアタチさんが記事内で語った内容に言及。国から受給するお金が生活の基盤で国家を批判する映画を作るってどうなんよ。普通、遠慮するで。国に助成金を申請してお金を受け取って国を批判する興業をする日本スタンダップコメディ協会みたいやね。俺から言わすとダサいわ、と自身の考えを示した。で、一方、日本スタンダップ コメディ協会の会員でもあるタレントのラサル石井さんは、おっとひの子が飛んできたと自身のツイッターで言及し、国に援助されたらたとえ国が間違ってても黙ってろってか、増収賄も選挙違反も目をつぶれってか、さすが国から100億もらった吉本芸人、それなら健康保険使ってても何も言えないの、税金払ってるんだから助成金でも、給付金でももらえますよ、正規のルールでと反論した。 三浦さんはラサールさんの反論を受け、私はダサいと言っているだけで国に援助されたら、たとえ国が間違っても黙ってろとか、贈収害も選挙違反も目をつぶれなどと言うてませんと返しているというふうに言われていますね。次にこちら、石木正さんですが、テロリストを賞、称賛する新聞社や、警備状況を必要に聞き出そうとする新聞社。 ひたすら安倍元総理を個人攻撃して殺人事件を誘発しておきながら死してなお個人を攻撃する新聞社に経験税率を適用する意味を見出せないとおっしゃっていますね。で、こちら、カルタさんですが、安倍元首相を殺害した暗殺犯をモテるに元日本赤軍の監督による映画が国葬儀の日に公開。それを精神的に行き詰まっていく様を丁寧に迫っている客観的に容疑者を描こうとしていると来参した朝日。 客観的そんな描き方をする人が真相もわからないまま映画を作ると、ご遺族従林の映画を添やす最悪新聞とおっしゃって、最悪新聞というふうにおっしゃっています。 で、渡さんもこのように教えていますね。民主主義の根幹である選挙活動に対するテロによる殺人。何があっても肯定される理由はありません。朝日新聞が新聞としてテロでの殺人を肯定するかのような言動は民主主義もジャーナリズムも否定しています。日本が民主国家ではなくテロで殺人が起きるような状況を許容せよというのでしょうかとおっしゃっていて。こちら、テロリストを擁護しテロを拡散したいのだろうか消去を疑う。サンゴは大切にとおっしゃっていますね。 次にこちら。朝日内部のガラパコス価値観で自己完結して閉じこもり、外部の反応を無視し、遮断して身内褒めし合っているのではないか。身内褒めしあ、身内ボメですね。し合っているのではないか。元赤軍派の作った山上哲也の、哲也さんの映画を朝日新聞が好意的に紹介して大炎上とおっしゃっていて、それをさらに紹介して、朝日川流事件の時も感じたか、朝日の中にいると、 外部から自分たちの喜んでいることがどれほどグロテスクに歪んでいるかが分からなくなっていくのだろう。独然と偽善の底なし沼に沈んで外の景色が見えなくなるとおっしゃっていますね。で、こちらですが、カルタさんです。国葬儀巡る林外相の内部情報が次々私のもとに、林外相は事前に外務省を使い、台湾に蔡総統 来福相当の来日を控えるよう伝えていた。指名喧嘩には入れたものの、参列者の肩書きを呼ばない。隠した位置隠したの扱いで、さらに当日夕方の赤坂迎賓館での参列者挨拶からも台湾を除外。排除ですね。台湾を排除。すべて市国の意向通りと。ありえないと。いうふうに言われて、これびっくりしましたね。 で、さらに引用リツイートされて、廃止外社による台湾に対する、台湾の使命見解での肩書き読み上げなしと当日夕方の迎賓館挨拶なしという二つの脳は、戦火の安倍氏の気持ちを踏みにじる。相当副相当参列を封じられた台湾は、それでも、行政委員長と立法委員,委員長、経験者三人参列との最大級の敬意を示した。 中国の手のひらで踊る外相を国民はいつまで許すのかというふうに言われて、もう林外相すごいことやられているということがスクープされていらっしゃいますね。この件メインチャンネルの方でも喋ってくださってますので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。 嶋大地さんですが、緊急手術でお前にしたレーガンベータイトルのレントゲン写真。暗殺者の銃弾が心臓から数センチのところで止まっている。アメリカは保守派のリーダー、レーガンを失わずに済んだが、日本は安倍首相を失った。日本の方が状況ははるかに厳しいというふうにおっしゃっていますね。こちら、単眼ですね。次に、こちら、平井光栄さんですが、榊さんの動画を紹介されていらっしゃいます。こちら、エクアドルの元動画というふうに書かれているんですが、こちら。 銃撃当時の事件ですねこの動画を見ると安倍元総理を暗殺した銃弾が後ろから飛んできたようには見えない皆さんにもこの画像を見ていただ考えていただきたいというふうにおっしゃっていますねちょっと流してみましょうかこのようにちょっとこれあえて手でやってますがこ,こ,見るこれを見ると後ろから撃たれたように見えないというふうにおっしゃっていますが皆さんはどう思われますでしょうか ぜひ皆様のご意見などコメント欄でいただけたらと思いますね。で、こちら。ここから自民党関連になります。白川さんのついてです。菅前首相、政府は円安のミリットを活かした政策を気持ちがいいくらい正論。反論不可能というふうにおっしゃっています。次にこちら。公明、世代交代済まず、若手抜擢なし、体調不安の声というふうに言われていますね。次にこちら。 岸田総理、戦後最大級の南極、事項は一部の隙もなく、公明党大会、ネット、この程度で最大級の南極、公明党には踏みえさせんの、憲法改正しろって言えようというふうにおっしゃっています。 どんどん行きます。こちら。小泉慎二郎さん。環境フォーラムに参加した小学生から、どうしたら貧困をなくせますかと、難しすぎる質問を投げかけられるも、子供たちの記念撮影でごまかす。ネットの反応、この人に聞いても無意味だと理解できる8歳であってほしい。質問に質問で返すっていう、というふうに言われていますね。次にこちら。 加藤さんですが8歳の子供に「どうしたら貧困はなくせますか?」と聞かれた次郎氏は答えられず話をそらしてごまかしたという「どうしたら貧困をなくせるかなんてこれまで一度も考えたことはなかったんだろうね父親も向こうかったが息子はそれどころじゃないな」というふうにおっしゃっていますでこちらあこちらですが2017年の武蔵野美術大学での講義山本太郎さん私自民党の中にも尊敬している人がいるんですよ 村上誠一郎という愛媛の方なんですけど、この方は特定秘密保護法、安保法みたいな憲法違反につながるような法律に関して自民党でただ一人反対し続けて、続けたというふうに言われていたようですね。こちらで元動画も紹介されていますね。次にこちら。あ国連でスマ遊びに興じる林外相とそれを見て喜ぶ岸田首相、居眠りする木原官房副長官、高知会の面々だから驚きもない、 四国への巨額 ODA を始めたのも、天安門事件の制裁解除のために天皇法中を仕組んだのも、すべてこう誓い。相手国の言うことを聞くのが外交だと考える、売国奥下集団。彼らの緩んだ顔に注目というふうに言われていますね。こちら。あー、高市氏、厳重に抗議。赤旗の旧統一関連報道を否定というふうに言われています。 高市、あ、今日高市大臣が、あー、一の部屋にご出演くださいまして、いろんな話を聞かせていただきました。メインチャンネルの方に上がっていますので、ぜひそちらご覧いただけたらと思うんですが、高市大臣は26日の記者会見で、共産党の機関紙新聞赤旗で、高市の政治資金パーティーのパーティー券を、旧統一協会の関連団体が購入したが疑われると報じたことについて、そのような事実はないと否定したというふうに言われていますね。どんどんいきます。こちら。自民党7県、 奈良県連新会長に高市全員参加型掲げというふうに言われていますね。で、えー、こちら、奥の氏は出馬取り下げというように言われていまして、相手方は出馬取り下げられたようですね。はい、というわけで、えー、奈良県がどうなっていくのかあ、期待したいと思っております。で、こちら、国葬静かに感謝の気持ちを込めて送りたいというふうにおっしゃっているようですね。内閣府設置法に基づき、 閣議決定された。静かに感謝の気持ちを込めて送りたいと述べたというふうに言われています。高市氏は会見で安倍氏の銃撃事件について問われ、私自身愛してやまない安倍元首相が凶弾に倒れた事件を重く受け止めている。今も辛い気持ちでいっぱいだと心境をとろう。どこで起きてもおかしくなかった事件だと思うが、奈良県民としてご遺族に申し訳ないという気持ちは多くの人にあると思う。辛い悲しい出来事だと語ったというふうに言われていますね。うん で、もう一つこちら。橋本徹氏が高市さない氏から共演 NG を明かす。過去にこの人危険発言というふうに言われていまして、えー、こちら、ニュースバー橋本という番組に橋本徹さんがあ出演されていまして、超大物議員との共演 NG を明かしたと。この日は、田村議員ですね、自民党田村議員がゲストに来られていたようなんですが、 こちらですね。僕は今、テレビコメンテーターで政治を批判する側なんですけど、批判するにしても行政としてやっている人たちへのリスペクトを忘れちゃいけないなという思いで悪口言ってるんですと訴えた。共演の高橋さんからは、本当にと疑いの声が出たが、橋本氏は僕も知事、市長やってたからとピシャリ。反対の され方として、こいつ人間的にダメだろうとか、アホだとかボケだみたいなことを言う学者コメンテーターいっぱいいるじゃないですか。そんなことを当事者がいない番組で言いますけど、本当に大臣とか来てやり合ったら、まず百発百中負けますと言い切った。その上で、外からの批判なんてパパッと言い返せるけど、対面にいないから腹立って仕方ないじゃないですかね。ないですかと田村氏に話を振った。これに田村氏は、橋本さんのは怖かったですけどね、とどめを刺さない。寸詰めするんです。 寸止めですね。それは上手ですよね。とどめ刺したら二度と来ないですからと、苦笑を交じりに応酬した。すると、橋本氏は、でもね、とどめじゃないんだけど、行き過ぎたのかな。高市さないさんはもうキャンセルされちゃったんですと、右手で門前払いのジェスター。案に、共演 NG を食らったことを示唆した。橋本氏と高市は、富士系日曜報道ザ・プライムで、ロシアのウクライナ戦進行をめぐり、議論を展開。橋本氏の 最高指揮官ならどこをゴールにして戦わせるかの質問に高市氏は申し訳ないですけど最後までと答えたが、これを戦う一択の高市さんは国家指導者として危険だなどと批判していたというふうに言われていますね。はい。出演 NG というふうなことも言われているようで、橋本さんがこのような発言をされたことと関連しているのでしょうか。はい、皆さんはどう思われますでしょうかぜひ皆様のコメントなどコメント欄でいただけたら幸いでございます。 というわけで、ここから先は、メンバーシップとプレミアメンバーシップ両方の皆さんに向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくいような情報も扱いたいと思っております。続きは動画概要欄からご視聴ください。イバーシューさんもここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日も22時から長尾さん下さんの Twitter 探偵団配信ございますので、ぜひそちらのアーカイブもご覧いただけたら幸いでございます。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。ついに最後はやっぱり癒し系動画で終わりたいと思います。本日はこちら。 日曜日の朝、猫さん腰を抜かすという風に言われています。見てみましょう。 はいと急に出てきたらこんな飛び跳ねて腰抜こまさに腰抜かすって感じでちょっと笑ってしまいましたはい皆様今日もいろいろありましたが癒されながら眠っていただけたらなというふうに思いますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた